あと吉岡美穂さんと長澤まさみさんがめちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い。さて今回遊んでいきますのはムービーモンスターシリーズメカゴジラ重武装型とメカゴジラ2004です。はい、こちらは映画ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS に登場しましたメカゴジラのソフビフィギュアでございます。はい、というわけで突然このタイミングでこれらのソフビを見ていくんですけれども、今年の8月にゴジラアクションフィギュアっていうね、ウルトラアクションフィギュアのゴジラ版みたいなやつが、まあ新シリーズとしてってことですよね、発売されるんですけれども、そこでメカゴジラ2002、つまり三色気流さんが発売されるみたいなんですよね。というわけでその発売を前に今このタイミングで買える気流といえばムビモンだろうと思いまして、おもちゃ行ってこちら買ってまいりました。まあ買っておけばね、ゴジアク発売されてから比較もできますし、実は僕持ってなかったってのもありますんでね。ただゴジラアクションフィギュアは正確にはゴジラ対メカゴジラのメカゴジラで、こちらの2体のムビモンはその翌年の映画のメカゴジラなんですよね。本当はね、2002のね、気流のムビモンが欲しかったんですけど、お店何箇所か回ったんですけど売ってなかったんですよね。というわけでゴジアクで発売されるメカゴジラと微妙に違うところはございますけれども、本日はこちらの2体のソフビを見てまいります。まあ、見る前に先に作品のおさらいさせていただきたいと思うんですけれども、ゴジラ作品の中で1999年から2004年までに公開されました6作品のことを通称ミレミアムシリーズなんて呼ばれたりするんですが、その中でメカゴジラが登場する2作品が2002年公開のゴジラ対メカゴジラと2003年公開のゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS となります。そしてこちらの2体は東京 SOS の方で登場した方のメカゴジラとなります。またこれらミレミアムシリーズに登場したメカゴジラは一貫して気流と呼ばれております。ですのでね、もうさっきから僕もちょっと言い方がね、メカゴジラとか気流とか呼び方が全然定まってないんですけど、これね、個体に対して呼ぶときと作品に対して呼ぶときでちょっと言い方にまだ迷いがあるんですよね。本当に申し訳ない。まあその辺はちょっとうまいこと補完していただければと思います。それでは早速見てまいりましょう。ほんでこちら2体ありますけれども、まずこちらの左側、こちらが重武装型です。本編のバトルシーンでは最初気流はこの姿でゴジラと戦ってるんですけれども、途中でこのアームユニットをパージしてバックパックのパーツを射出して、後半はこちらの姿になると。というわけでバトルの前半と後半でね、それぞれがフィギュアになってるっていう、めちゃくちゃフィギュア化に恵まれてますよね。はい、というわけでタグ取ってまいりました。重武装型でございます。とりあえず見ていただこうと思うんですけれども、まあめちゃくちゃ塗装すごいっすよね。鮮やかなシルバー、そしてこの内部がちょっと見えているこの溝部分、ここはねガンメタで塗装されてますね。ただでさえ情報量の多い三色気流をソフビをここまで表現して全身塗ってるってだけでもかなり素晴らしいっすよね。ちなみに僕はね、家電量販店でこちらでだいたい1500円ぐらいで買えちゃってるんで、かなりお安く手に入ることができるフィギュアでございます。顔のアップ見ていただきたいと思いますけれども、目の部分がイエローで塗装されてますね。ただこのね、目の下のね、この溝みたいになってますけど、このあたりね、本来であれば涙ラインみたいな感じで赤く塗られてるはずなんですけども、それは省略されてますね。ただこの後半版、こっちはね赤く塗られてんのよね。これ本編でパージした後じゃないと赤くなってないみたいなことはなかったと思うんだけどな。これは何の差なんでしょうね。本編見るとね、比較的ずっと気流ってね、暗いところにいるからね、ちょっと細かいところの色ってわかんないんだよね。そして見ていただきたいのはこの歯でございます。三色気流はゴジラの骨を使って作られてるんですけども、この歯のところってのはゴジラの歯がそのまんま使われてるっていう設定ですので、実はこの歯が見えてるってのめちゃくちゃ重要なんですよね。かなり細かく造形がされております。非常に素晴らしい。そしてボディとバックパックの部分でございます。この首のところね、ここ中見えてますね。ここガンメタでの塗装がされております。非常に嬉しい。バックユニットは本来であればね、もうちょっとガンメタというかブラックっぽい部分があるはずなんですけれども、シルバー一色になってますね。もう少し色の塗り分けとかあったらめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、とはいえここまで細かく造形されてんの非常に素晴らしいですね。
この辺とかかなり細かく造形されてますけど、本編見るとね、この辺がパカッて開いてね、こっからミサイルがチュン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 って飛んでったりとかしてたし、開閉のギミックとかね、さすがにありませんけれども、それでもこれだけ作られてるの非常に嬉しいですね。まあ、ちょっと気になる点があるとすれば、ここね、ここ。なんか、ぬめっと伸びてる部分あると思いますけど、これ多分ね、ソフビの造形上仕方ない部分で、ここね、本来全然ないはずの部分がね、これ、伸びちゃってるんですよね。ここちょっと残念ですね。結構目立ってますからね。そして胸パーツでございます。三連ハイパーメーサー砲を放つ箇所なんですけれども、開閉こそできませんけれども、ちゃんとここはね、3つにパカーって開くための溝のモールドがきちんとあるんですよ。これ細かいとこですけど、めちゃくちゃ嬉しいっすね。ちゃんとここ開くんですよってのがわかりますもんね。そして胸の下のここね、ここは本来ガンメタなんですけど、かなり目立つ箇所ですが、ここは省略されちゃってるんですよね。ただその下の腹部のこのガンメタのとこ、ここは塗られてんだよな。そして腕ですね。前腕のところにここアームユニットがついております。こっからもね、ミサイルがチュンチュン飛び出してましたよね。そして右腕でございます。ここの前腕の造形かなり細かく入ってますけれども、ここは終盤ね、指先が変形してドリルになって、スパイラルクローっていうね、武器になるんですよね。ここめちゃくちゃすごいシーンですよね。まあ何がすごいってね、ゴジラの体ね、突き刺しますからね、そのドリルをね。かなり印象的なシーンでしたけれども、ただちょっと気になるのがこの左腕。本来右腕しかこの造形になってないはずなのに、左腕もこんな感じで造形になってんですよね。アームのユニットじゃありませんよ、腕部分の話です。左腕はね、もうちょっとここシンプルなデザインになってるはずなんですけれども、なんでか左腕も右腕と同様のデザインとなっております。これいろいろ調べてみたんですけど、どうも間違いっぽいですね。発売して結構経ってますけれどね、このソフビね。未だ治ってないんですね。ちょっと気になりますね。後から紹介する、こっちはね、ちゃんと治ってるんですけどね。こんな感じで左右で腕の形が違うのが正解なんですけどね。これは両方とも右腕っぽいデザインになっております。そして下半身でございます。太ももの付け根とかがいい例ですけれども、かなりこのね、内部の溝部分が目立っております。そこがっつりね、ガメタに塗られてるの非常に嬉しいですね。後ろのこの辺の細かいところまでは塗られておりませんけれども、まあ正面がね、塗られてれば結構これはね、満足感ありますよね。とはいえ尻尾なんですよ。尻尾もね、もっとね、ブラックの部分あるんだよね。ここ。この辺全部ガンメタで塗ってくれると。もっと陰影あるとね、めちゃくちゃかっこいいんですけどね。まあ尻尾はね、さすがに正面から見たとき、ちょっと目立ちませんから、そういうこともあってか塗装省略がされております。まあ色分け省略か。シルバーには塗られてるからね。そして可動ですが、首の回転。腕の回転。ただこれ上に上げるとね、ここの肩のパーツに当たってしまいますので、まあここまでかな。で、後ろはこんな感じ。そして足はね、なんと可動をしません。結構割とね、足の回転あるはずなんですけど、今回なくて、で、代わりに尻尾が根元から回転させることができると。なので基本的に首回して腕ちょっと上げてあげるぐらいかな。ただ、キリュウとかメカゴジラって割とね、こういうボッタチで様になりますので、あんまり回転の稼働とかはさせない感じかな。というわけで、こちらの商品、左腕の前腕部分に謎造形がありますので、結構本編と違うってところが気になってしまうところではありますけれども、僕はこれでも結構好きですけどね。皆さんはどうでしょうか。バランス定食。ちなみにあと本編ちょっと触れてみるんですけど、このゴジラ、モスラ、メカゴジラ、東京 SOS で、キリュウって本編最初から出てくるんですけど、実際起動して戦うまで少し時間かかるんですよね。まあまあ、戦闘が割と本編の中盤以降になるっていうのはゴジラ映画あるあるではありますけれども、それでもね、キリュウの戦闘ってあの映画の中で多分トータル1回しかないんだよなぁ。まあその戦闘がね、めっちゃ長いっちゃ長いんですけれども、戦闘じゃなかったとしても、序盤からちょっとキリュウが動いてくれるシーンとかあると嬉しいんだけどな。とはいえストーリー的にね、最初は修復が終わってない。まあ前回の映画の時からまだ治りきってないっていう状態だったんで、仕方ないっちゃ仕方ないんですけれども。それでもね、映画本編、ゴジラの骨を使って作られたキリュウっていう存在の是非とかね、そういったとこ描かれてたのとか、非常に良かったと思いますけどね。あと、吉岡美穂さんと長澤まさみさんがめちゃくちゃ可愛い。バランス定食。続きましてこっちのフィギュアですけれども。
ども、これね、タグ見ていただきたいんですけど、これね、もともとまあ、これついてたタグですけど、メカゴジラ2004ってなってるんですよね。映画2003年公開だと思うんですけどね。まあいいや。はい。というわけで、こちらは先ほどのね、ソフビから、後半にバックユニット、射出、アームユニット、パージした状態の気流でございます。バックユニットがないことでかなりスッキリした見た目になってますね。そしてアームユニットが外れております。そしてここのね、左腕の前腕パーツ、ここが先ほどの謎造形から変わって、まあ、本編通りの造形となっております。個人的には重武装型との差別化とかでさ、なんか右腕これさ、あのドリルにこの後変形するんですけど、ここがドリルになってるとか、まあ口が開いてるとか、まあそういう差別化されてたらもっと嬉しかったのになーって思ったりするんですけどね。まあ口とかね、金型の使い回しだったりもすると思うので、その辺は仕方ないかなって感じしますけどね。そして可動部分は先ほどと同様に首の回転、腕の回転、そして尻尾の回転でございます。2体並べるとこんな感じでございます。やっぱり目の下の涙ラインがあるのとないのでかなり違って見えますよね。そして左腕の造形、そしてバックパックユニットの有無ですね。あとさっきのここのね、伸びちゃってるって言ってた謎造形のこの背中の方ですね。これはね、バックパックのユニットがないからか、こっちはね、ないんですよ。こっちかなり綺麗に出来上がってますよね。というわけで8月にゴジラアクションフィギュアですけども、あれもね、バックユニットがない状態ですので、この造形に近いですよね。まあ、ゴジラは2002年版のメカゴジラになりますので、腕の造形とかはね、まあ、この状態とはちょっと違ったりとかするんですけれども、おおよそこんな感じのイメージですよね。あと、ゴジラはね、口からこう、メーサー砲のね、出ているっていうエフェクトパーツの付属がありますので、かなりその辺はプラス要素っすよね。で、あと、色分けですけれども、ゴジラ写真で見る限りだと、こういう感じのブラックの塗装もね、やっぱり同じように入ってるみたいなので、色の塗り分けもおおよそ同じ感じになりそうですね。ただソフビはね、回転稼働だけでしたけれども、ゴジアクの方はね、まあアクションフィギュアっていうぐらいですので、もうちょっと稼働はあると思いますので、本編だとね、このね、バックユニットを外した後は結構ヌルヌル動いてましたので、ゴジラアクションフィギュア、それはかなりね、期待してますよ。本編通りゴジラと絡ませてね、グニャングニャン戦えるぐらいには稼働域があってくれると嬉しいですね。はい、というわけで今回はムービーモンスターシリーズメカゴジラ重武装型、そしてメカゴジラ2004ご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。